どんどんチェックしてみよう。どうもこんにちは。はじめまして。今日寒いですね。寒いですね。冬ですね。まずお名前とどちらからいらっしゃったか、はい、柴田と申します。柴田さん。はい。パリに住んでます。パリ。はい、初めてですね。そうですか。外国からいらっしゃったという方は、いつもじゃあどの辺をしてらっしゃるんですか。大体セーヌ川沿い。ああ、いいな。やっぱりもう車が通らないし、信号もないんで。ランニングスタイルの読者もパリにいらっしゃったということで。なんかあれですか。せっかくこうやって今日ね、わざわざ日本にいらっしゃいまして、自分で悩みとか故障とかそういうのは、故障は幸いないんですけど、はい、効率のいい走りをしたいっていうか、本当今も幸い故障ないようですけど、もっと楽にね、長く走れるように、今日はこの後ホームチェックさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、柴田さんのフォームをまずはサイドからチェックしてみましょう。とてもスムーズな走り方ですね。でも着地のポイントが少し前すぎるようです。そのため自分の足でブレーキをかけてしまうので推進力がロスします。これは体の後ろ、特にお尻の筋肉を使えてないからなんですね。次は正面と背後からチェックします。肩に余分な力が入っているだけでなく、左右で少し差があるようです。左肩が特に力んでいるようですね。長い距離を走ると疲れやすいフォームと言えます。ワークアウトできちんと修正しましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。すごいね、走りが柔らかいです。あ、そうですか。スピードがこうスムーズにこう出るような感じなんですけど、はい、柔らかいんですけど、若干ね、着地した時にね、重心の位置が後ろに残ってるんですよ。だから着地のポイントが前で、お尻の筋肉あんまり使えてないので、あと全体的には本当に素晴らしいと思いますので、そこだけ変えていくとフルマラソンの後半もう太ももパンパンだって動かなくなるんですよ、はいはいはい、あれがなくなるんですよ。ちょっとまずねチェックするんですけど、はい、その場で腕振ってみてください。その場で腕だけを振るような感じで、そうそうそう、悪くはない、柔らかいんですけど、ちょっとね、右と左のバランスが若干悪い。でもう少し肩の力を入れてくださいね。で腕を振るときはここじゃなくてここを意識するんですね。背中を、はい、はい、少し腕振ってください。これってなんかあれですか、自分で腕振りとかって勉強されたりしますか。自然ですか。フォームチェックを拝見して、インターネットで、特集しました。なるほど。ただ走ってると左肩が凝ることが多いんですけど、多いですね。ここに力、もう一回振ってみてください。ほらこっちは入ってないんですけど、左だけ肩に力入ってますね。こうやってこれをちょっとなくしましょうね。右利き左利きどっちですか。右です。なんで左に力入るんだろうな、これね。ここは盛り上がりますね。力抜いてくださいね。ふっと息吐きながらスーッと、そう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 。はい、そうそうそう。オッケー。ちょっともう一回腕振ってみてください。うん。ちょっとこの腕を上にこう上げすぎ、肩で上げすぎですね、その動き必要ないですから、はい、1、2、1、2、うん、ここはもう使わないでください。背中、ここだけよし、そうそうそう、このぐらいでいいんですよ。このぐらいです。腕振りの目的っていうのは、腕を振ると肩甲骨が動くんですね。ちゃんと肘を振るに引くと、そうすると骨盤ってこうやって自然に動くんですね。で骨盤が動いて前に進みますので、こういう風に振る必要は全くないですね。この状態で肩に力入っちゃうと、上半身と下半身の動きがバラバラなんですね、途端に。ちゃんと肩の力を抜かないと連動していかないので、それが柴田さんの場合には左が力入る癖がついているので、はい、そうすると右と左の骨盤の動きが変わってきて、ちょっとギクシャクするんですよ。それをなくしましょう。はい、もう一回上半身から練習。そう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 、ほら、着地のポイントがわずか前にあるから、太ももに負担かかるってことですけど、その場で、まず軽くジャンプしてみてください。ジャンプ、かかとをつけてですね、そうそう、はい、
じゃあそのまま前あのジャンプを繰り返します。そう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 、はいはい、もう一回戻ってください。かかとをつけましょうね、ちゃんと。はい、ちょっと私が今度押しますから、はい、そのままでジャンプしてください。ジャンプしてちょっと押しますよ。そう、このポイントなんですよ、このポイント。思ったより後ろっていうか。そうなんです、そうなんです、そうなんです。なるほど。自分が意識しているよりも真下というのは多分もうちょっと後ろの感覚だと思います。でそのまま走っててください。そのポイントを意識で走ってて走ってて、そうそう、今着地がいいんですよ。あ、そうですか。うん、で、あとは本当にこう柴田さん足をこうやって動かそうとしすぎてるので、はい、しなくていいんですよ。腕振りだけ気をつけて骨盤だけちゃんと動いてれば自然に足はついてきますから。ちょっとまっすぐ立ってくださいね。はい、お尻があんまり使えてないんでちょっとそのワークアウトだけやります。うつ伏せで。まずはこう大臀筋を使いますので、このまんまで両足をグーッと上げていってください。ささあ使えてないですね、はい、足開いた状態で足上げましょう。はい、上げてください。そうそうそう、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、1回休みます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、張ってます、張ってます。それでいいんです、それでいいんです。で、まっすぐ立ってみてください。この辺で立ってる感じ分かります？ああ、なるほど、はい。今ではなんかこの辺か、この多分ね、ここで立ってると思います。それがこの辺で立つっていう感覚。はい、まっすぐ立って今自然にここに力入れることできます。グッとグッと入れて、今度もう一回ジャンプするときにこういう風にトントントン叩いてジャンプして、そうそうそう、それをね癖つけてください。そこにいつでも力入れるように入れられるように、うん、でそのまま、はい、そのままポンと走ってください。そのまま走ってください。肩の力抜いてくださいね。そうそう、肩の力を抜くのは忘れないようにして、はい、あ、いいでしょうね、いいでしょう。さあ、柴田さんのフォームは改善されたでしょうか。まずはサイドからチェックしましょう。お尻の筋肉をうまく使えるようになったので、着地の位置が重心の真下、つまり正しい位置に変わりました。また体重移動もぐっと滑らかになりましたね。正面と背面からも修正後のフォームを見てみましょう。肩甲骨からきちんと肘を引く正しい腕振りになりました。おかげで骨盤も大きく動くようになり、上半身と下半身がしっかり連動していますね。修正の前後でフォームを比較すると違いがよくわかりますよ。肩の力が適度に抜けたため自然な前傾姿勢に改善されました。修正前は足を後ろに余計に跳ね上げていたのですが、その点も改善されました。正面や背面から見ると肩の力が抜けていることが一目瞭然。このフォームなら楽に長く走ることができそうです。柴田さん、このフォームを身につければサブフォーも夢ではありませんよ。